半疑問戦です。その3。今回は、サボーボイアズホテル、のレビューです。日帰り入浴料金は1100円で、ホテルの日帰り温泉の標準的な料金です。フェイスタオルは貸してくれるので、手ぶらでも入浴可能です。温泉はホテル最上階にあり、エレベーターを出ると目の前には大浴場があります。壺の構造としては最上階は大浴場、屋上に露天風呂があります。露天風呂は男女時間別で分かれており、女性の方は早朝となるので注意が必要です。露天風呂には洗い場がないので、大浴場で入浴してから屋上に行くのがおすすめです。では今回のレビューグラスは、浜名湖を屋上で一望できる唯一の場所です。開放感が素晴らしいので5点とさせていただきました。基本的には40度ほどです。たまに42度ぐらいの時もあるので4点とさせていただきました。大浴場と露天風呂がチームで住めないところは人を選ぶかもしれません。湯上がりとの絡めさが無料で飲めるのは最高です。3点とさせていただきました。露天風呂の開放感はとても楽しいです。風呂自体はそんなに種類があるわけではなく、大浴場と露天風呂のみとシンプルです。4点とさせていただきました。露天風呂の開放感にやられたので4点とさせていただきました。特に不満点はないです。露天風呂の木が少し劣化してきているのがほんの少し気になるので3点とさせていただきました。住所は静岡県浜松市西区、観山寺町3302で、観山寺に近い場所にあります。散策するときは近くに鎮座されている観音様へお参りするのも楽しいと思います。レビューグラスで日がと言いましたが、湯上がりサボン立山では、水分補給として水のほか、からめ下がる量でも見放題できます。大浴場から見る景色と同じものを見ながら飲むお茶はうまいですね。